なんだこれ、生えてきてんのか。タイガ、早く学校行きろ。あなたいつその糸出てきたの。いや知らん、今日の朝とか。とにかく早く学校に行ってその糸は抜きなさい。そして誰にもこの糸のことはバレないこと、わかった。タイガー、おはよう。アナウンスがあります。皆さん行動に集まってください。アナウンス、最近地震とかあったし休みになるとか。早く終わってほしくね。どうせバカげた会議で何がバカげてるって。いいですか皆さん、政府によるとこれからそれぞれ糸が頭から生えてきます。もしもう生えてきてる人、44号室に来てください。くっそー、もし糸生えてたら授業受けなくてよかったのにな。そうだな。タイガ何したの。あ、TikTok クリエイティブアワード、どうやったらみんな投票してくれるかなと思って。まあ言ってくしかないんじゃない。まあそうだな。皆さんぜひよろしくお願いします。ああ、そういえば誰か糸生えてたやついるのかな。なんか秀樹大二郎かなは赤い糸生えてたらしいよ。赤、母さん、あの糸どういう意味があるの。なんか糸持ってるやつはなぜか学校休めたんだけど。ついについに何。いつか教えるけど今はまだ無理なの。はい、皆さん教科書44ページ開いてください。先生、秀樹と大二郎とカナは。タイガやめろ。誰のことかしら。おい、いや、なんでもないし。おい、ヒヤヒヤさせんなよ。あの3人のことはいないってことになってんだから。いつから。昨日からだよ。なんかあの糸あると良くないらしいぞ。そうなんだ。全生徒44号室に来てください。全員の頭髪検査を行います。そうだろう。母さん、引っこ抜いたらまた出てきたんだけど。何今。あんた、ついに引っ張ってしまったのね。あなた、超能力学校に来なさい。超能力学校。皆さん、岡くんです。彼は青の糸ですね。おい、またバカの子供が入ったぜ。一応言っとくけど、お前よりレアだからな。もう一遍聞いてみろ。で、やめてあげな。彼死んじゃうわね。あ、ロビンに感謝してる。ありがとう。Jのことごめんね。あの子、一番強いんだけど、恥ずかしがり屋さんですわ。いや、恥ずかしがり屋はあんな窒息死させようなんてしないだろ。新入生にはやるのよ。で、あんたは何の超能力。速く走る。私のと同じぐらいしょうもないんじゃない。君は鼻を操れる。タイガー、何怒ってるの。いや、せっかく超能力もらったのにクラスで一番弱くてさ。速く走るなんて何に使うの。いいじゃない、私に役立つんだから。役立つ。何。掃除。掃除かい。皆さん、大川大河さんが TikTok クリエイティブアワードノミネートされたそうなので、毎日投票してあげてください。あ、プロフィールからリンク飛べるのでよろしくお願いします。大河、うるさい。え、あとこれ覚えてください。糸の色の強さが分かったそうです。黒が一番強くて、その次赤、緑、青ですね。先生、いや俺が一番最初の青なんだから、一番弱いかなんて分かんないし、俺が一番強いかもしんないんだ。いや、それはないんじゃないかな俺が一番ってこと証明してやるよ。新しい超能力を手に入れます。白。いや、前まで青だったよな。一つ取り除いた場合別のもの手に入るよ。いや、でもさ、前のスピードもまだあるぜ。よー、一番弱いやつ。先生、タイガくんが白いと思ってるんですけど。白？白なんてないはずですけど。あなた、特別になりたくてつけたんでしょ。ちげえよ、なんか青い糸引っ張ったら白い糸出てきたんだよ。ちょっと来なさい。はい、T が来なさい。血液検査するから。先生、マジで白い糸見たことないの。白髪しかないよ。次、引っ張らない方がいいよ。超能力なくなる可能性あるから。おい、タイガ、お前また新しい糸生えてきたからって調子乗ってんじゃねえのか。落ち着けって、悲願でもしょうがないだろ。てめえ、前みたいに窒息させてやろうか。なんで使えねえんだ。タイガ、次の糸は絶対抜かないって約束して。超能力消えちゃうかもしれないわよ。でも超能力が良くなる可能性だってある。悪くなったらどうすんのよ。ちょっと考えなさいよ。はい、皆さん授業始めますよ。
はい、毎回言ってるようだけど、あの TikTok イズルアワード大川大河君がノミネートされてるから、毎日投票するように。わかった、皆さん本当よろしくお願いします。で、この問題、大河と J 黒板まで来て。お前、前はよくもやってくれたな。お前のせいだな。らこれでどうだ。お前何してくれてんだよ。バイバイ。青白黒、え、3つ生えてんじゃん。なんかよくわからないけど、父さんよかったわね。そうだな、お前世界一強い男になってしまえ。タイガ、お前能力消えたって話は違ったみたいだな。てめえ、次の能力は。おい、誰だ学校切ったのは。お前もう用済みだ。おい、みんな。おい、タイガって能力3つあるらしいぞ。え、そんなの怖くない？これからあいつのことは無視を無視。いや、強くなったらなったんだよ。タイガ、どうしたの？俺が能力3つあるからってみんな無視すんだよ。大丈夫よ。あなた最強！下手だし古いし。皆さん気をつけてください。大川タイガさんは危険です。みんなで奴を捕らえましょう。あいつ。いたぞ。あっねえ、タイガ、大丈夫？ロビン、こっち来て。こっち来て、抜け穴がある。ロビン、マジ助かった、ありがとう。いいのよ、全然。お前何してんだよ。いや、花の能力ってこういうことに使えるのよね。ダメ、騙したら。ハロー、タイガー。お前、これで、終わりだ。何もない。大河ドラマ。